なんだ貴様。騒ぐな、一服してるだけだ。いつまでもぐちぐち言うなよ。君はいいさ、カンガルーの子供みたいにしてりゃいいんだから。一郎悪く思うなよ。俺たちはいつでも一緒だ。お前らちょっと手伝え。あ、危ないところだったが、とりあえず作戦は成功だ。無理無理無理。てほら、俺ただのリーマンだし。現れやがったな。人質はどうした。はあ、お前本当に嫌なやつだな。俺らに仲間の心配させて、心配停止させようっちゅうことなんか。どうやらそれは無理みてえだな。なんでよ。その二人はすでに死んでる。うひょー、すげえ景色だ。東京が一望できるぜ。なんだこの攻撃は。体中の血が沸騰してるみてえだ。頑張るんだドッポ君。もう一息ですよ、ひふみ先生。だけどどうして君にだけ映像が見えたんだ。節操もだ。ジジイの青春なんてどうでもいいってば。俺様とあろうもんがなんてざまだ。今度は召喚らの番だ。心安らかなるは我が使命を遂行する時のみ。向こうのヘリアのてよかったわ。ほんとっす。お前ら目を止め。なんだと。あいつを見るな。 BG グループってすげえ会社なのか。ああ、名もいるかよ。私も力を貸します。ああ女の人がいっぱいいる。やつの気持ちはわからなくもね。誰だって大切なものを失えば絶望に取りつかれる。墓に入るべきは誰。その草とパリ続ける価値もな。やるしかねえってことか。最初からそのつもりなんだよ。待て、早くしろ社畜、置いてくぞ。心の隙間の無価な水圧取り付け。あとは一夜の回収です。早くこの状態から抜け出さなければ。無駄なあがきはやめろ。風の格子一軸。お前ら今この国で何が起きてんのか知らねえのか。得て勝手な登りネクロマンシーゾンビル教師。お前も泉から罪まで消え。お前らが仕掛けたローグ風揺れ戦後死刑ですね。嘘ですけど。いや無理無理。これってドロー。人間が機械ってどういうことだ。それは本当か。確かな筋の情報だ。なんで拙僧に一人くらい残さねえんだよ。そこちゃうやろ。あんなの普通に見えなきゃパチスロの目押しもできねえだろ。普通はできない。リオさんは今猛烈に燃えてるぜ。サトル、アキラ、俺たちは地獄まで一緒だ。てめえの知ってること洗いざらい話せ。あいつの攻撃に時たま変な映像が混ざってただろう。そうじゃねえが、渋谷を荒らすやつを見逃すわけにはいかねえ。この人たちもしかして。ああ、全員女性だな。おい、ひひめ。わかった。帰りゃくもさんには手を出すな。なんだこれ。サブリミナルか。なんだそれ。今の何。手榴弾だ。さっきヘリから拝借した。さすがリオの旦那。山田一郎たちは中央区と手を組んで。いい読みだ山田三郎。クソが。さあ時、泳いで渡るなら召喚も付き合うぞ。どうやらそれしか方法はねえようだな。おいおい早まるな。俺のデータを使え。しっかりしろキアロな。あ、俺たちこれで店開けんじゃねえ。店。てめえこんな時に何してやがる。げんな話せ。まずは山田一郎と青ひつぎ様時を確保。兄貴一二。外せた。あの二人あんたんとこの社員だろ。止めなくていいのか。やるぞ。俺は右の二人、サマトキは真ん中の二人だ。サマトキさんだろクソボケ。今日もリマインド見せろ違いも